どうも西田です。はい、さあレシキ曲かっこいいですね。ミッション行きたいと思います。物理のみで、あとは雷で来る感じ、まあ大丈夫と思います。装備揃ってるってわけじゃないんですけど、そこそこ強いのある。はい、ちなみにナイトメアちょっとだけあって、1、2もちろんクリアはしたんですけど、3はまだそもそもやってない。1は、30秒切りはしましたけど、確か2が微妙にきつくて30何秒とかそんなんだったと思います。まあ微妙です。負けました。負けたか勝ったか分かんないですけど、なんかねもう一個決め手が足りない感じでした。でもナイトメアレシキちょっときつ強かったですよね。強くなかった。足の宣告行きたいな。これ死の宣告を忘れてきたぞ。どうしよう。まあいいか。それほどビビる相手じゃないとは思ってるんで、はい、デュースもいますし、デュースはバーストのみ。バーストで死の宣告なんですよね、このサイズなので、ちょっと微妙に使いにくいです。バーストやったら、全員に死の宣告30秒とかで付与しちゃうんですよ。結構きついです。30秒ナイトメアではほぼ使えないですね。私の場合は30秒切りを狙っていくときは余裕なんですけど、もう多分強い敵だとそんなレベルで終わらないので、血圧は2、ちょっとレムが危ないぞ。レムが最強やから、今現状この布陣ではレムが最強。いやレムがやばい。レム最優先で回復しないとね。はい、いや、 やっぱレーシキは曲かっこいいな。オーバーフロー一発打ちますか。将来、あーバーストいけた。うい、結構体力あるね。貫け声入り新キャノン。危ない、やマジ危ない。回復が危ない。踏みとどないから、踏みとど入れようと思うとレームを使わないとダメなんですけど、レーム超絶いきたいしな。どうしよう。ロックンロール、やっぱキングさんかっこいいっすわ。キングの超絶欲しいわ。踏みとどにしました。攻撃は他の人で任せよう。ビッグショット、ナイス、効いてるよ。あー効いてるよ。これで待機を短縮して、死なないで、死なないで、死なないで。弱体化きついですねこれね。さあようやく本番。てかめちゃくちゃ強いな。宣告されていく。ダークブースト将来、てかもう開幕でこう待てを持たせればよかった。サイスに、サイスかレムに、いろいろミスってます。ナイトメアメンバーなんですよ、サイス以外は。サイスをエイコに変えてやってたんですけど、
よし、さあ行こうか。あーきつい、めっちゃ暗。割合なのかな、今のはダメージがだいぶ人によって違ったぞ。もうちょっとね、これね、キングの演出かっこいいですけど、よく言えばもう少しテンポよくしてほしかった。タタタタタタみたいな、なんかゆっくりなんですよね、せっかくやのに。おい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 、強っ、マキナさん強いです。おい、レムがやることなくなったところでもう終わりでしょう。今ぐらいのテンペストスナイプぐらいの速さ欲しい。いやでもかっこいいな、キングの超絶狙おうかな。欲しい、ほんまに欲しいです、単純にかっこいいから。正式はやっぱプレイした時、キングのかっこよさにちょっと震えたので。 OK、まあ喋ってる間に、レース機の思い出を喋ってる間にクリアできてしまいました。はい、ミッション終了。ナイトメアの今の状況でも見せようかな。ちょっと見ていただきましょうかね。こんな感じ、まあ、手出してないやつも多くて、もうこれとか、11とか15のやつも手出してないかな。やる時間がなかなか取れずにですね、やりだすとちょっと長くやった方がいいじゃないですか、こういうのって、まあ、せめて1、2クリアするまでは、ちゃんとやるまではっていう感じで、昨日レース機やってて、まあここまではクリアしてますね。はい、まだなんかこのジェムみたいなよくわからないですけど、950個も余ってるんで、まあ、これを使ってまた魔石の方に戻るというような感じですよね。はい、あともう一個報告で、ノーマル装備召喚がリニューアルされました。でもう2回引きました。昨日と今日の分引いて、今日は星3だったんですけど、昨日が、まあ、初回ですね、ツイッターで報告したんですけど、一番最初の記念すべき初回がまさかのミラボと。はい、で、ティナのオーバーフロー、あの赤い剣、かっこいいやつ、あれが当たりました。はい、一応ご報告、まあ、毎日引いていくんで、まあ、動画ごとぐらいに報告できたらなと思っております。では、見ていただいてありがとうございました。